夜間、あなたは団地の間を抜ける道路を走行しています。信号機のない横断歩道を通過します。この時、あなたは何に注意しますか？横断歩道を歩行者が渡っていて、危うく事故になるところでした。もう一度見てみましょう。対向車のライトや周囲の暗さで横断歩道を渡る歩行者が見えにくくなることを予測する必要がありました。別のアングルから見てみましょう。信号機のない横断歩道で対向車が減速していたり停止していたら、横断する歩行者がいる可能性を予測することが大切です。団地のように居住者が多いところには横断歩道が多く設置されています。交通ルールでは、横断歩道を渡ろうとする歩行者などがいるときは、車両は横断歩道の手前で一時停止し、歩行者などの通行を妨げてはならないと決められています。横断歩道があることを示すひし形の路面標示や横断歩道の標識があるときは、手前で十分に減速して横断する歩行者がいないかしっかり確認するようにしましょう。